アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。65kg ファイト、尾崎啓司対吉野マッチアップになります。尾崎は2006年ライズ 70kg のデッドオアライブトーナメント優勝者、 K1 ワールドマックス2007日本トーナメントも3位、実績があります。対する吉、過去最強クラス実績上位の敵と相対する今夜は大きな賭けとなる。さあ、いつものように右の拳を宙に突き上げて試合開始。尾崎ローキックが交錯、そこから試合がスタートしています。フェイント気味のパンチ、さらに右をかぶせてくるのが吉。この圧力は強そうだ。ガードしきれるか尾崎。さあ中村さん、はい、吉が強さを、力強さをこれ今アピールしましたね。そうですね、まだ3戦目なんですけど、ちょっと感じさせない、こう堂々とした戦い方というか、やっぱり前回の試合で村浜武尊選手に勝ってるっていうのはすごく自信になってるんじゃないですかね。3ラウンド KO 勝利、あれはパンチでしたね、はい、3勝のうち3 KO 勝利。特に右のパンチの鋭さというか、キレはすごいですよね、はい、だいぶそこに追い込むまでのプレッシャーというのも強かったようですね、はいはい。勝っても負けても KO 決着できているのがこの吉、右ストレート。さあ対する尾崎になりますが、こちらは70キロ級から60キロを経て今回65キロということなんですね。そうですね、今まではこうやっぱ階級がどちらも合ってない感じがしたので、やっぱり65キロっていうのは本当に尾崎選手ってはベストの階級だと思いますので、今までこう出せなかったポテンシャルっていうのがこの階級で出せると思ってますね、はい、真ん中を取ってきたんですね、はい。ロングレンジから回転しての蹴りも数多い尾崎。今日はするパンチャーの吉、はい、吉選手の前足に対するローキックがすごくいいですね。特に左のインローで、もう吉選手足上げるようになってきたんで、はい、これはもう結構効いてるんじゃないですかね。あ、今動きが早くもそうですね、はい、ゴーダのある吉、しかし確実に削り取っていく戦法があります尾崎。バックスピンキック、わあ、これを今右腕で投げるようにやっぱ力強さありますね吉選手。そうですね、構えはどっしりしています。ローキックに対するカット、その対処法がポイントになりそうですね、はい。尾崎選手は前回のライズの試合では負けてしまったんですけど、その前にタイで練習を積んでいて、蹴りにはすごく磨きをかけていると思うんですよね、はい、それがこの試合で出せるかどうかじゃないですかね。なんといっても尾崎、かつてないキャリア中苦しい局面を迎えているのは5連敗中なんですよね、はい。尾崎選手レベルの選手がそこで勝てないっていう、こう現実はこうやっぱレベルの高さを感じますよね、こう日本のこの階級のキックボクシングっていうのは、はい、そうですね。苦しみに苦しんで65キロ、たどり着いた階級、残りわずかです。テコンドー仕込みの蹴り足から尾崎、これをしっかりガードする。ここで第1ラウンド終了です。さあ第2ラウンド、さあ試合が中盤に入ります。ガードを高くして、しかし全く構えの違う2人です。かかと落とし尾崎、サイドキック、この辺りテコンドーのバックグラウンドが見えますね。強い左右のパンチから右振るってくる、右アッパー吉、さらに右ストレートです。パンチの回転力は尾崎選手速いですよね、はい、もう1、2発で終わらないで、すごくこう連打が効いているので、なかなかこうディフェンスもしづらいんじゃないですかね、はい、さほど大振りでもないですか。そうですね、コンパクトにうまくまとめるっていう、そういう印象のパンチですよね。フェイントからは尾崎が見切っています。肘でその足を叩き落とす。ほとんどローキックをカットしてないんで、これは効いてくると思うんですけどね、はい、そこですよね、はい、もう何か気持ちの上ではそれを捨て切って倒してしまおうというのか、はい、回っていきます。
でも中村さんご指摘の通り、はい、そのキックを食らうと足を上げてしまうのは、そうですね、はい、一つバロメーターになりそうです、はい、よし、前回は村浜拓弘を KO で下しています。1月の戦い、その前回に続いて今回も大物を相手にしています。下すようだとこれは一気に名を上げることになりますね。そうですね、もう3戦のうち勝った試合が村浜選手と尾崎選手になると、これはもう注目せざるを得なくなりますからね。そうですね、あのタフな大石俊介選手にも勝ってるんですよね、はい、さあインローを打ち続ける尾崎、外からのローもあります。残り時間が少なくなってきます。さあ中村さん、はい、この局面第2ラウンドも残りが少なくなってきました。どうですか、何を期待してますか。まあ、尾崎選手としてはあまりペースを崩さず、確実に下から崩して、そこから他の攻撃につなげたいというそういうラウンドじゃないですかね、はいはい。まあ、特にあのローパンチブロックしてローという攻撃、維持会のことはまだあまり見せてないので、はい、ここまではそれでもいいというそういう判断なんじゃないですかね。右から左クロスのパンチから尾崎が攻勢に出ます。あの尾崎選手結構その蹴り技が目立つんですけど、右のパンチを合わせるのはすごくうまいんですよね、はい、あの K1 でシュートモーションの選手からダウンとっても右のパンチですし、バックブロー、そうですね、ありましたね、はい、さらにバックスピンキック連打、バックブロー、これが尾崎の回転技、竜巻巻き起こるリング上、巻き起こりましたね、竜巻が。そしてしかし時間がない、ゴングに救われたという形か。よしです、残るは第3ラウンドです。尾崎啓司、第2ラウンド終了間際バックブローでダウンを一つ奪っています。ビハインドとなったヨシ、いやしかし当然です、決して諦めません。右ハイキック、あこのパンチの威力まだ衰えてはいないようですね。そうですね、ただ尾崎選手がうまくあのバックステップしながらブロックしているので、はい、なかなかクリーンヒットは難しいんじゃないですかね。なるほどね、はい、しかもあの前に出ようとするとこのインローが確実に当たりますから、そうですね、こう先方の上で手し算ではなく掛け算のようになってきます。そうですね、もうかかと落としにバックキック、しかもこういう最初はこうオーソドックスな切れ技だったのが、後半になってきてこの大技が出てくるとまたディフェンスがしづらいですよね、はい、全くそうですね。吉が思い切った攻撃に出ましたが、突進力、それをいなしました尾崎。今ダウンにはならなかったですけど、今インローを聞いて倒れちゃったんじゃないですかね。前のめりでしたね、はい、さらに後ろ回転、かかとを落とす、バックブロー、また被弾した吉、あのいい時の尾崎啓司。そうですね、戻ってきたというか、はい、この畳をかける攻撃力は本当に全盛期の尾崎選手ですよね、いや尾崎にしたらこのキャリアの相手まだまだやられるわけにはいかないという気持ち当然ですよね。そうですね、あとやっぱりここはもう倒して65キロの尾崎は強いんだっていうのをしっかり見せたいんじゃないですかね、はい、バックブロー、もう一発、かかと落としでも決めてしまおうというのか。まだ残りは1分10秒あります。となると中村さん、はい、KO が見たいと思うファンは数多いはずですよね。そうですね、やっぱりここは倒してほしいってみんな思ってるんじゃないですかね、尾崎の今後にとって非常に大事な第3ラウンドになります。桃井のローキック、右ハイ、体を沈ませて、さらにバックブローへ、ローキックしてハイキックと、今日は攻撃も多彩ですよね、それが思い切って出せる状態にあるんでしょうね、はいはい、体調面
精神面磨き直しての再スタート。この尾崎刑事飛び込んで左膝、このバックスピンキックは見ていた。おっと少し体勢が崩れたところは危ない。まだ吉野にもチャンスはあるかどうか。ただあんだけバックキックとバックフローうまい選手にこう半身に構えられるともう嫌ですよね。そうですね。残り5秒、二段構えの蹴り、綺麗な曲線、放物線、円を描いた蹴り繰り出しまくりました尾崎刑事です。ジャッジ佐藤30対27、判定判定のところですね。ジャッジは3者とも30対27です。ダウンポイントが大きかった勝利、チームドラゴン尾崎刑事です。